ちょっと不完全燃焼で喋りましょう。さあちょっとね、クリオの事故によりデガとブラーカがお亡くなりになってしまったので、私ヒズミがこれから実況を務めさせていただこうと思います。はい、これは、どのチーム対どのチームかな。ワンビーガーが、今これ出てるのは小玉さんですね。小玉対太田チーム対、スービーガーが、今出てるのがチッチさんですね。チッチ切ったガンですね。あれですね、なかなかワンピー側はケーグルが固まって、太田さんは、ケーグルですか。あ、じゃあ K3 人種ですね。 KKK で固まって、で、2P 側はチッチさん、チッチさん以外は AA ですね。なかなかワンピー側が辛いカードになりましたが、辛いカードですが、まあケーグルはね、かなり A グルに不利はつきますが、全然展開次第で一気にいっちゃうんでね、あの見た目以上にね、あの A 対 K はね、 A 側がちゃんとやらないと、動画で見てるとなんか少々少々って削って絶対 A 有利だみたいになっちゃうけど、案外 K 側がちゃんとジャスト春風とかの対策をしてるんであれば、 A 側も手は抜けない。そうですね、常にゲージマックスだったら A ガン有利ですね。さあそして児玉神のこれはあれですね、立ち回りがかなり独特ですからね、児玉さんは。さあ児玉神対チッチ、結構ね児玉神の置き攻めは独特で、意外と計算され尽くしてる感じはあるんですが、結構差し返しとかかなり独特のね、あ、それ狙ってたんだっていうような、さあチッチさんのさあ今のはデビルリバース対策のジャンプ大パンチでしたが、全く意味なかった。しわしい、しかし次はこれあれですね、ケイバイソンは結構これ結構探すときついカードじゃないですかね。これタカットバイソンはバイソン有利説ありますからね。ジャストあって5分ぐらい、それでも相手があれですよ、ダストだったら別にジャストとしても特に反撃ないんじゃないですかね。見てみますね、ダッパーでしっかり対空、8台パンジャスト取ったら多分コパンとか確定なんでしょうけど、多分ダストはジャスト取っても反撃ないんじゃないかな。上キャノンは入るかもしれない。さあこの児玉神のスパ4で培われた超ジャンプ見てから余裕でしたと、超ジャンプ見てからあの名前わかんないあの突っ込んでくるやつ、ギガトンブロー余裕でした。さあ児玉神が硬い。さあスパ4で培われた立ち回りはここで生きてきた。勝ったの児玉神。さあ 2P ガーがあれですね、2人目ですね。さあ出てきたのはキッタの AR、 今日はさくらです。超ジャンプのあれデガのめくり強いね。あれですね、ショージャンプ中パンチがなんか不思議な当たり方しますね。ハッシュタイプはしっかり見えてるが、ちょっと技選択ミスったっぽい。そして何かミスったっぽい。さあちょっと今スラが微妙に届かなかった距離なのかな、様子見しましたね。さあゲージをとりあえず空になるまで何もお互いせず、さあ児玉神のライダーキックが光って、そしてさあメガサイコパナしていく。中堅さくら、あれですね、あの R さんの言葉を借りるならぶっ放しじゃない、読んでたんだって感じですね今。安っ。さあちょっと安かったが、
勝負決まって、さあどうする、あの不思議な不思議な、さあ児玉の画面端のラッシュが始まりそうだったが、ここはなんとかオリコンゲージを吐いてしのいで、バイソン桜は桜がやりにくい、ダスクとはしゃがんでても当たる感じかな、当たらない、ダイパンは当たらない、小ランプ落としづらいもんね、桜はバイソンの小ランプがかなり強いんでね、まあ弱小かもしくはまあ中旬風とかかな、いや多分かなり密着状態からの小ジャンプじゃない限り大丈夫だと思う。さあ花園の集団が見えたが、さあゲージが溜まって、バイソンのゲージはまだない、あイカラス先にイカラスしておくからの、さあ児玉のこれバイソンかなりやらしいですね、これさあ立ち回りがかなりやらしい、さあ先に大将を引きずり出されてしまったセガですが、さあオリコンを美味しく発動させた感じ、さあわざと食らってガークラさせない、これちょっと美味しくないですね、バイソン側としては。すごい位置からダッとした、さあいつものあれは決まらず、なんかスポッツみたいですね、さあ投げた、あれで波動避けながらでちょっと打ち回り詰めるっていう、まるでスパス X みたいな試合でしたけど、さあブッシュがしっかり置いてやる、この組み合わせかなりねケーブラーいきますからね、しかしカラーはダーヨシカラーなのでいけるでしょう、さあ打体にはなってないが、さあみんな打体の練習しましょうね、さあケーブラ側のゲージはもう少しで溜まる、溜まって、しかしこれはオリコンが当たればレイが勝ちますからね、このタイル、あーといったところでなんかミスって弱サイコが出ちゃった、さあこだましサンタデリー、 This battle is about to explode. さあサンタデリーチをかけたこだま対、さあ逆サンタデをしなければいけないガン、さあいくらエーグルが得意と言っても、違うケーグルが、エーグルが K に得意と言っても、ただねさすがに K3 人はね事故り確率が非常に高い、さあしっかりとメガサイコー1個らってディレイバナ、さあ鬼連はジャストでかわす、大パンさあガン大パンが始まる、さあおっとおっとセーフ、最高、さあこのメガは殺しに来ているが裏回るってなんか向こうから聞こえたなんかワンピーガーの方から裏回るって聞こえた今のは俺は見えなかったですね、裏回ったの、結構これめんどくさいな、ローリング打ってればいいですからね、ブランカ側は。さあまあちょっとまあ正直ガン的には安いんだけども、児玉的には別に安かねえよっていう感じ。さあダイレクトでとりあえず仕切り直し、当たれば美味しいっていう感じ。さあこうなったらもう結構ねブランカはやりたい放題できるんですよね、これは美味しい。さあ一気に2キャラいった
これがガンのイオリだ。なんたってガンさん本日優勝者ですからね。さあディレイバナおいしい。さあどうする。さあおいしい、いからして。さあバックジャンプに投げ暴れな大パンが刺さる。ゴーリング。さあ位置を入れ替えて終盤置き技が冴える。こだま。さあ近距離大パンチ、あれが結構強いですね。さあこだま攻めざるを得ない。おっと前しっかりジャンプ取って、あギガトン出ない。さあ大パン、とりあえず一発ダメージ取ってどうする。さあ辛くなってきた。さあ置き技中パン、なんとかしのいだ。いかればワンチャンあるようなないような、そんな体力ですね。これどっかでギガトン当てたら。さあ削り降り子しっかりこっちでいく。ああまあ無理でした。さあまずは児玉がやられてしまう。しかしさあ中堅出てきたのは太田の太田さんの軽ベガですね。これ軽ベガ内前そしてサガット。さあガンは太田を倒して逆三立てしたいと。綺麗バナー綺麗にヒット、いやらしいですね。ダイヤシ結構勇気いるね今のは。さあ硬いですねお互い。さあためを作らない、ためを作らないケーベが。あ届かない。ベガの変な当たり判定のせいなんだけど、まあ結果オーライですね。結果オーライ。このゲーム対戦中に手が吹けるらしいです。さあ中堅は太田のうわいでんですね、魂のキャラ。さあスタンプキック、使い道がいまいちよくわからないが、なんかちょっと判定が強そうに見えるから使ってみたい技ナンバーワン。さあライデンのあれですね、ジャンプジャックキックはね、ロックマンのジャンプしてるときに見てますよね。あれあ太田さんの口から無理やろこれという言葉が漏れた。さあでもねまだ夢を諦めないでください。夢はいつか必ず叶います。さあダブル KO 結果オーライ結果オーライだけど中堅出てくるのがブランカですからね。これおっとこれは得意分野か。とりあえずは差し合ってるフリッシュだからブランカがゲージを貯める、いつものパターン。下がった、なぜか下がったのゲージが割れそう、おかしい。ジャックジャック、あーっとちょっと欲張ったか。おいしい、で割れるんじゃないこれ。まあ、なんかよくわかんないけど美味しい展開。眼的に美味しい。あーっとクラッとローリングミスった、ローリングミスったのか、それとも何かしようとしてしまったのか。しかしこれはガンさんの得意な組み合わせのはず。さあサガット対ベガーはベガ有利だとガンは言っていた。 AR 使いみんなね、あーよくガードした、よくめぐりガードした。
投げろ。あこれは結構めんどくさいぞ。ガッガン。あーっと割れない、割れない。あー下手を対空。うさんくせー。勝ったのはホーター。